どうも、バンです。いや、今日の琵琶湖はね、素晴らしい快晴の一日となっております。そして対岸はね、もやでね、見えないですね。幻想的で、そして光に満ち溢れた、そんな一日の始まりの琵琶湖となっております。それではやっていきます。そうしましたら、光の中へ、レールチェックゴー。もう何も言うことないです。本当に素晴らしい景色、飛びます。昨日はね、はい、どうもです。そうしましたら、デイリーキックトゥーゴー朝の部後半開始となります。さてさて、雨はね、止んでいるんですけれども、なんかね、こうパッとしない天気になってしまいましたね。さっきまでね、すんごい快晴だったんですけれどもね、いや、こんだけ天気も場所が違えば変わるんだなというところですよね。スクランブル交差点、斜め横断5弁、でね、こういうことをするとね、すぐね、上げ足を取ってギャル人が言い張るんですよね。道路交通法がどうのこうのとか言って、でもそれはね、あくまでもね、第三者のね、言うことなんでね、もうね、ちょっとね、自然体でね、行こうかなっていう風にね、なんか思いました。こういうとこもそうですよね。肖像権がどうのこうのってね、 YouTube やってますとね、すぐね、そうやって上げ足を取る人がね、まあどうしても出てきはるわけなんですよ。でね、ちょっとね、チャンネルの方針、このバン TV のチャンネル方針もね、ちょっとね、見直そうかなっていうふうにね、実は思っております。どういうことかっていうと、基本的に、動画のコメントはね、もう非表示じゃないや、コメントなしのね、動画にね、しようかなというふうに思います。これね、デフォルト設定でね、チャンネルのデフォルト設定でそういうふうにね、できますんでね。で、今日から、今日の動画からね、そういう設定に、いたします。で、チャンネルを支援していただいているね、皆様との交流はですね、生放送でね、やっていこうというふうにね、思います。そういうようなね、チャンネルのスタイルの方もね、最近増えてきているような気がするんですよ。やっぱりね、余計なことにね、こうパワーを割きたくないっていうのがね、実はありまして、実はその、大変これ申し訳ないんですけれども、コメント返しはね、結構今まで実は重視してたんですよ。ですけれども、もうね、ちょっとね、そこにパワーを、すいませんけども、割くよりも、本当に自分のやりたいことは動画発信だっていうことをね、改めてね、再認識したんですよ。で、自分のリソースは有限なんで、コメント返しにね、実は相当なパワーを割いてるんですね。で、じゃあコメント放置でいいじゃないかと、まあ、いうことに、なるわけなんですけれども、実はのそうもいかないと。なぜならば、何やコメントの返しがないやないかというようなね、ことになってしまうなと思ったわけです。じゃあ非表示にすることのリスクですね、これ一切ないというふうにね、考えましてね。ただ、議論の余地のあるね、動画、例えばね、バス釣りマナー改善大作戦とかですの動画の一環ですね、これに関しては当面ちょっとね、コメントを続けようかなというふうに思っております。いつものお地蔵さんチェックポイント、おはようございます。今日も一日よろしくお願いいたします。そんなわけでしてですね、もしね、バン TV のこうチャンネルに、ね、対するご意見等がありましたら、チャンネルに直接、ね、メッセージを送ることができます。これはずっと受け付けておりますし、ただね、ちょっとね、見つけにくいところにあるんで、メール表示もなぜか来ないんで、ちょっと見逃すことが
あるかもしれませんけれども、その辺はご容赦ください。で、本当に自分のやりたいことはこの動画配信をね、これね2018年になってからね非日本ペースでねずっと続いてるんですよ。で、これをねやっぱり続けていきたいなという思いがありまして、まあ1日1本になることも0本になることもあるかもしれないですけれども、こうなるべくこう新鮮味のあるね動画を提供しようというふうに思っております。でね、昨日の夜もね、バックログ全部はけました。今動画のバックログゼロです。で、この状態をねやっぱり維持したいんですね。で、繰り返しになりますけども、チャンネルのコメントは基本的にこう非表示にして、対応というかそのようにさせていただきます。さて、もうちょっとこの話題をね、続けさせていただきたいと思います。やっぱりね、コメントしていただく方はね、ものすごくねこうありがたいんです。で、やっぱりバン TV のことを見に来ていただいているもう本当にね、頭の上がらないゲストなわけですよ。で、その人に対してこう反論とかですね、そういうことはねやっぱりねできないわけですね、基本的に。で、ですけれどもね、こうコメントしてきてくださる方が必ずしもね正しいとは限らない。これはね、皆さん もちろんそうなんですけれども、どうしてもねこう否定はね、しづらいっていうところがあるんですよね。で、そこでやきもきすることもね、しっかりあります。で、そこにね実はですね相当なパワーをね割いてるんですよね、バン TV は。で、一方ですね、バースリーマナー改善大作戦の一連の動画に関しましては、これはですね、当面コメントを続けると申しましたけども、これにもね、わけがありまして、誤解がね非常に多い、コメントがあります。で、その誤解をねこうピックアップする機能をねコメントに僕は込めております。なので、このバースリーマナー改善大作戦の動画に関しましてはですね、もう全部ねコメントを返すことは今後ね、しないようにしようかなと思うんです。だってこうそこにね全部こう付き合いきれないんですよね。で、チャンネルに、対していろいろこう言ってこられる誤解をね、示してこられる方はもうちょっとそれはねもうそもそも返しません。でもこのことについてどうですか。例えばね、先日もありましたね、在来魚が減ったのは、護岸工事の影響ですか。こういうようなね質問、こういうことに対する質問はねもうぜひともね動画にしていきたいんですよ。で、近々その動画公開予定ですけれども、でこういうの誤解をねピックアップする、これをね、縁がためにこのバスリーマナー改善大作戦の動画、もしくは、状況に応じてコメントはオンにする可能性がありますけれども、基本動画デフォルトの設定はね非表示にしました。はい、もうちょっと詳しくね、今日はね金曜日なんで生放送でね、この動画コンテンツは明日配信予定ですけれども、それよりも先にね生放送でね、このことについても少し触れさせていただこうかなと。結構重要なねこのチャンネルの転換方針ですんでね、というわけでもう本当ね、五十嵐様とか短期門さんとかね、本当にねこのチャンネルにほとんどの動画に最近はねこうコメントを寄せていただいている方もねおられる中、このような対応はね本当心苦しいんですけれども、ただ僕自身に置き換えてみた場合、他のチャンネルの人の動画を見に行ってねコメントを見に行くために動画を見に行ってるかっていうと、そうじゃないんですよ。だからコメントをね、見にバン TV に来てくださるっていうことはね、まあ、原則おられないのかなっていうような気も しましたんで、このような措置をねちょっとね実験的かな、いや当面かな、ちょっとわからないですけども、まあ、当面っていうか、今日からねそういう設定に切り替えました。以前もねこういう設定にしてたことあるんですよ。
でデフォルトなんでね、毎日のことなんで、もう切り替えのめんどくさいんで、ずっとそのままにしてたりとかね、でまた元に戻したりとかいうことがありましたけども、またデフォルト設定を変えました。はい、というわけで、朝の部前後半やな、この辺りで失礼いたします。どうもバーンです。さて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 、デリケークトゥーゴー夜の部前半開始となります。皆様にお伝えし忘れたことがあります。デリケークトゥーゴー朝の部前半、この動画のね一番最初、僕のね声が小さかったのだという状況をね、お伝えし忘れておりました。これね、もう本当単純なミスで、ピンマイクをねいつもね、防寒着のフードのね、口元にセッティングしているんですけれども、それをセッティングするのをもう完璧忘れまして、で、ピンマイクはどうなっていたかというと、だらんと防寒着の前に垂れ下がっていたと。おそらく、まあ、ほとんど僕の声はね、拾えてないのではない。おっと、キックボード少年危ないぞ、気をつけろよ。ベルはちゃんとつけなあかんで、ライトはちゃんとつけなあかんで、後方リフレクターもつけよう。そうすることによって、キックボードは軽車両となるのである。お、今なんかキックボード少年の車体がピカッと光ったような気がしたが、後方リフレクターはちゃんと装備しているのか、どうなんだ。いやー、装備していないな、あの上司は。うん、やっぱり夜は危ないですね、キックボード。なるほど、僕以外のキックボード走行者が、いたというのをですね、久しぶりに見たわけなんですけれども、結構危なっかしいですよね。ねえ、やっぱりこう道路をね、こう縦横無尽にこう走るというようなね、ちょっとそういう、ことやってるか、もう自分自身もね、朝のね動画でも言いましたけれども、なんかね、酔いこぶるのはね、もうなんかやめようというふうに思っておりまして、とはいえですね、コンプライアンス、法令遵守、もちろんこれはね、心がけていくわけなんですけれども、なんかねすぐねこう上げ足を取る人がねいることで、すぐなんかねこうすごい気使ってね動画を作るのがね、これ YouTuber 的にどうなのかなと。せっかく自由な YouTube の場なんだから、そこまで切る必要があるのかというふうにもね思いましてですね、だからといって何をやってもいいというわけじゃないですけれども、あと、まあ、朝の部でも言いましたけれども、今後ねしばらくの間コメントをね、非表示じゃないや、コメントを受け付けない、というふうにねなセッティングに、いたします。まあね、また気が変わるかもしれないですけどね。で、昔の動画全部ねコメントを、非表示にして回るというわけではないんで、もちろんね過去の動画に対してね、コメントいただいた方に対してどうするかなんですけれども、これねちょっと考えものですよね。もうなんかよっぽどのことがない限り、なんか放置で、明確なこう質問等が来ればですね、答える必要が出てきた場合はちょっと考えますけども、なんか、なんかこう一言こう いいねとか悪いねとかっていうようなことぐらいで、いちいち反応はねもうねちょっと状況的にね、こういうこと言うのもなんか、おっと、こういうこと言うのもなんかね僕らしいというか、なんかそれすらなんか自由なんじゃないかなっていうふうにね、僕はちょっと最近ね、ある方の動画を見てね、そういうふうに思ったわけですね。会社じゃないんだからと、組織体じゃないんだからと。もちろんね組織体でこういうことをするというのであればね、コンセンサス、合意形成をもってしてね、いろいろこう事業を進めていくということは非常に大事なこと。ああ、また会社人間のようなね、ご宅を並べてしまう、るつぼに、まあ、はまっているわけですよ。
というわけでもうこの辺りはズバッと、切り替えさせていただきます。いやもうね、今日はですね生放送の日ですよ。でおそらくこの動画はね土曜日に公開する予定ですけれどもね、と生放送今日はね10時からの予定ですね。皆様はぜひ、いろんなご意見ご感想、もうこれまたねなんか堅苦しい、楽しくお酒飲みましょうやってみんな、こういう感じでねもうね行こうかなというふうに思ってるわけですね。ね、本当ね会社じゃないんだからと、そこなんですよね。ボランティア活動とかしててもね本当ねすぐね会社じゃないんだからと言いたくなる人がね結構多いんですよ。これがまた本当にね、もちろんボランティア活動ね、僕もライフワークでやってます。で善意の活動ですよね。でもうすごい責任感を持ってね、なんかどうのこうのという話をねすぐ考えられて、でもうそれは受けられませんとかね、もう誇示されたりとかいうこともよくありますし左右確認と、そんなねことを考えてねボランティア活動やってますけれども、だからといってもチャランポランってわけではないですけれどもね、ある程度ねこう気を抜いた活動がね、した方が、肩が凝らないんではないかというふうに思うわけですね。そしていつもの路地裏来てみました。いつもだったらねちょっとこう曲がるんですけど、ちょっとたまにはねまっすぐ行ってみようかなと。こっちの方来たことないですね。もしかしたら行き止まり、どうなってるんだここは。結構真っ暗だぞ。ああもう生活道路まっしぐらですよね。こんなところ、お、もしかして本当に行き止まりなんではないか。どうなんだ、うわー行き止まり、お行き止まりでした。この道は初めて来ましたね。完璧な袋工事、行き止まり、全くの時間の無駄。でもね、なんか動画的にはねこういうお遊びのね、時間もいいんじゃないかというふうにも思えるようになってきましたよ。なんかね効率ばっかり優先、成果ばっかり優先、するようなね、ことではなんかダメなのかなと。お風呂屋さん、この歌のね映像美もっともっとね追求していきたいですよ。そして昨日はねまっすぐ行きましたけど、今日はね、こっちの方曲がってみたいと思います。そしてお好み焼きよっちゃんの赤ちょうちんが見えてまいりました。そしてこの辺りからもうちょっと別のルートにね開拓したいですよね。ここ曲がったらどうなるんでしょうかね。ちょっと左の方行ってみましょうか。おっとこの道まだまだ見たことない行ったことない道ではないのか。どうなんだね、全く同じ道ばっかりよね。おっとここはそういえば朝の部でねたまに走るルートですね。逆から見たらまた新鮮ということですね。そして、こっちの方は、あそうか赤ちょうちんがあるとこや。あ逆から走ったらこういう風に見えるんや。これまたね一つ新鮮なね、映像となってるかもかもかも。赤ちょうちん、朝には赤ちょうちんは電球は灯ってない、夜にはと思っている、これ当然。そしてバン TV デイリーキックトゥーゴー、そろそろ夜の部前半終了。そしてここでいつもこういう風に朝の部ね、逆走してる感じですよね朝の部を。でこの間ここのね、パチンコ屋さんの前でねスタビ動画撮りましたね。このね曲面じゃないや、このぐーっと曲がってる道路に応じてねスタビライザーをね操作しだしました。さてさてそうしましたらちょっとこの辺りパンさんに電話してみようと思います。お、パンさん。あ、どうもバンです。そうなんですよ、今日はねもうね今から家帰るとこですわ。はい、であとね今日は生放送ぜひよろしくお願いいたしますね。あ、よろしくです。あ、じゃあちょっとこの辺で失礼いたします。どうも。はい、どうもです。そうしましたらデイリーキックトゥーゴー夜の部後半の開始となります。さて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 、今週末のね、予定をねいろいろねまた考えてたところなんですよね、電車の中で。でね、実はですねある一つのね
このね、今現在ね、壮大なプロジェクトがね、バン TV 内で進行してるわけですね。このね、ネタをね、ぜひとも皆さんにね、紹介したいんですけど、現時点ではね、まだね、ちょっとね、紹介できない、ところがあるんですね。でね、折を見てね、紹介したいものがぜひあるんですよ、これね。ね、紹介できるかどうかね、ちょっとまだね、なんとも言えない状況下でありますけど、ま、内容だけ、内容というか、どういうものかっていうのを紹介ぐらいはね、してもいいかな。ね、盛大にね、今ね、自宅の模様替えをね、やってるわけなんですね。でね、その模様替えの一環の中で、ああ、これはね、ぜひとも紹介したいというようなね、ことが出てきたわけですね。で、具体的に言うと、わずか 1.5 畳。これね、1.5 畳、2畳くらいあるかな。ちょっと正確な畳数はよくわからないんですけれども、ほんとね、一坪弱ぐらいのね、小さなね、何度があるんですよ、うち。で、うちね、正確にはね、4LDK プラス F っていうね、そういう間取りなんですけれども、F っていうのはフリースペースっていう意味ですね。で、これがですね、2畳弱の大きさの部屋なわけですよ。で、ここをね、1個室にね、しました。で、今ね、ほぼ成功した状態で、でね、ただやっぱり相当狭いんですよね。で、その狭さを克服するいろんなね、工夫をね、いたしました。でね、ただ、僕の部屋じゃないんで、それをね、ちょっと許可取らんとあかんのでね、それがもう許可出ればね、ぜひとも皆さんに紹介したいというふうに思ってるわけですよ。でね、まあ、今週末もそのね、フリースペースと呼ばれる、わずか2畳弱のね、スペースで、いかに個室を実現したかというのをですね、皆様に紹介できればと思うんですけれどもね、どうしようかな。まあ、口で言うのは何も言ってもいいんでね、どんな風にしたか、まあ、大体かいつまんで説明いたしますと、まずね、やっぱり寝床、ベッドですね。これが一番の課題になりましたね。でね、まずベッドを置くスペースを確保をすることが第一条件でね、もう横幅ね、1メートルのベッドは置けないんで、横幅、ね、60にしました。ということはもう自作のベッドですね。ベッド自作いたしました。で、とは言ってもですね、一から自作するのは結構面倒なんで、もともとあったベッドを切り刻んでですね、これ鉄骨とそれからの角材でできたのロフトベッドだったんですけれども、まあ、これをね、いろいろ直筋パッキン、ドッタンバッタンやりながら改造いたしまして、60センチ幅のねベッドが出来上がりました。で、あと壁面収納ですね。あとは、パソコンデスク、それからあと収納と棚を含めたね、そういうようなね、改造をねやったわけですね。で、ほぼ出来上がったんですけども、また今週末もね、そのね取り組み、今度はちょっとね、本の収納をねちょっと考えるようなね、そういう改造をねやる予定なんですね。でね、学習机1個ぶっ潰しまして、ね、これまたで、その余ったね板とかで、まあ薄っぺらいね、大容量のこう壁面にビタ付けできるような、ね、本棚と CD がねこうずらっと並ぶようなね、薄い感じの、そういうような収納を作ってみようかなと思っているところなんですね。はい、というわけで、その模様をねぜひともまた、機会があればというふうに思っておりますが、もしかしたら紹介できない可能性もあります。はい、よもやま話でした。いやいやいや、なんかね、2月にね入って本当に寒い日が続くかなと思いきや、意外とそうではない。もしかしたら今週末ね、ブラックバス釣れるかもっていうようなね、そんな感じもするね。そんな冷え込みではない、関西地方、滋賀県でしたね。で、2月、実はですね、これ前にも言ったかもしれないですけども、バスね、
まあ、ほとんど釣れないんですけれども、かかればでかい、これが2月なんですね。はい、というわけで、デイリーキック2号夜の部後半以上となりますので、またバイバイ。